皆さん旅してますか？おすすめの旅行先があったら教えてください。タンポポ川村です。私はずっと高千穂に行ってみたいと思い、早4年ぐらい経ちます。そろそろもう自ら行こうと思っています。本日は ASMR ご当地食べ物シリーズいっぱいです。スタッフさんの伊勢三重県のお土産を本日はいただきたいと思います。それではよろしくお願いします。まずは何があるかな、こういうゼリーとかあります。なるみさんに、あとはデコタンキャラメル、すごいデコタンキャラメル、いろいろあります。じゃあまずは、あ、これ見てみよう、じゃじゃーん、松めっちゃ美味しいです。濃すぎず松阪牛の味が、お肉の味がふわって漂います。これは最高。美味しい。あとこちら、突然ですが、ドドーン、本干し伊勢、伊勢本干し伊勢、伊勢みちたくあん、たくあんです。結構長いです。なんかごぼうぐらいあります。それをおいしい。お米をください。お米をください。お米をくださいの味してます。
スパックジーゴールド。いい音。ちょっと開けてます。あれ、泡が出てきた。辛だこれ。辛いビールに、辛いビールに合いそうです。うどん、伊勢うどんのベビースターです。あ、こっちです。ちょっと待ちます。
丸ごとみかん。おいしい。すごーい。こちら、デコタンキャラメル。デコタンキャラメルです。おいしい。また。
ぜひ